葉山さん、聞かせていただけますか。2004年の1月8日、あなたが異世界に行った話を。すいません。なんか祭りの音みたいなの。それ。なんだよこれ。危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。イサヌキトンネル。大丈夫ですか。木更木駅。今も探してるんです。